始めてみよう 3D プリンターの世界へようこそ。こんにちは、東京九段工作ラボの副社長です。今日の動画では 3D プリンターに初めて挑戦してみたい方や、興味はあるけど難しそうと感じている方に向けて 3D プリンターの基本的な使い方を分かりやすくご紹介します。この動画を見ればきっと 3D プリンターが身近に感じられるかと思います。一緒に楽しい 3D プリンターの世界を体験していきましょう。さて今日は何をするかというと、来月はクリスマスですね。そこで 3D プリンターでクリスマスグッズを印刷していきましょう。まずはじゃあ 3D モデリングからと思いきや、ソフトの使い方がわからないし 3D モデリングって難しそうと感じる方も多いですよね。でもご安心を。実は 3D プリントを楽しむためにモデリングスキルがなくても大丈夫です。世界中のクリエイターさんたちが素敵な 3D モデルをオンラインでシェアしてくれているので、そういったモデルをダウンロードしてすぐに自分の 3D プリンターで印刷することができます。オンラインにはたくさんの 3D モデル共有サイトがあり、初心者の方でもすぐに作品作りを始められます。例えばプリンタブルズ、メーカーワールド、シングズバースなどが有名です。今回はこのバンブーラボのプリンターを使って印刷するので、バンブーラボが運営するメーカーワールドというサイトからクリスマスグッズのモデルを選んで実際に印刷してみたいと思います。さあ一緒にクリスマスに向けた楽しい作品作りを始めましょう。さて皆さん、バンブーの 3D プリンターを使う前にバンブースタジオはインストールしてますか？まだインストールしてないかもという方も大丈夫、一緒にインストールしていきましょう。まず簡単にバンブースタジオについて説明しますね。バンブースタジオはバンブーラボの 3D プリンターを使うために必要な専用ソフトウェアで、 3D のデータから印刷用のデータを作成するツールです。これを使ってダウンロードしたモデルの位置やサイズを調整したり、印刷の設定を決めたりすることができます。どうしてバンブースタジオが必要なの？と思う方もいるかもしれませんが、 3D プリンターは単純に 3D モデルを送るだけで動くわけではありません。 3D プリンターは樹脂の層を積み上げて形を作るので、モデルを印刷できる層に分解したり、どのように印刷するかを決めたりする必要があります。バンブースタジオがあれば設定や調整が簡単にできるので、スムーズに 3D プリントを始められるんですよ。それではまだインストールしていない方は公式サイトからバンブースタジオをダウンロードしてインストールしていきましょう。インストールが終わったら次はメーカーワールドでクリスマスグッズを選んでいきましょう。では早速メーカーワールドからクリスマスオーナメントを探してみましょう。まず検索ボックスにクリスマスやサンタとかツリーなどクリスマスらしいキーワードを英語で入力してみてください。そうすると検索した結果が一覧でたくさん出てきます。ここからお気に入りを見つけていくんですけれども、今回はミニサンタクロースというモデルを印刷していきましょう。で、詳細画面を開くと右上にはプリントプロファイルの表示がありますね。ここには、どの自分がまあ持っている 3D プリンターがあるかどうかを確認しましょう。そうすると自分のプリンターに最適なものを選ぶことができます。そしてさらにデスクリプションの部分もチェックしてみましょう。今回のミニサンタクロースは説明がありませんが、モデルによっては印刷のコツや注意点が書かれていることもあるので、目を通してみてくださいね。ちゃんと印刷できるのかなこれと不安な方はコメント&レーティングを確認するのがおすすめです。実際にこれをダウンロードして試した人たちの評価やコメントが書かれているので、それを参考にしてみてください。
評価が良ければこのモデルは結構いいじゃないかなと思います。それではダウンロードして次のステップに進んでいきましょう。そしてダウンロードボタンを見てください。で、モデルによっていくつかの選択肢が表示される場合があります。一般的には以下の3つが表示されます。オープンインバンブースタジオ、これはですね、バンブーラボの専用ソフト、先ほどインストールしたバンブースタジオで直接モデルを開くためのボタンです。こちらを選ぶとバンブースタジオがインストールされている場合は自動的に起動してモデルを読み込んでくれます。2番目としてはダウンロード 3MF です。 3MF 形式でモデルをダウンロードするボタンです。 3MF 形式って何？って思うかもしれませんが、これはモデルの色とか素材とか詳細の設定が保存されているファイル形式になります。 3D プリント時に忠実に再現しやすい形式になります。色付きのモデルや複雑な構造をプリントする際に便利なファイルです。で、さっき紹介した1番目のオープンインバンブースタジオもこの 3MF ファイルがダウンロードされて自動的にバンブースタジオが起動されるという仕組みです。そして3番目に表示されるボタンとしてはダウンロード STL CAD ファイルズになります。これは STL 形式というファイル形式でモデルをダウンロードするボタンです。 STL ファイルとは 3D プリンターで最もよく使われている形式です。形状のデータだけが保存されています。先ほどのように色や素材の情報は含まれていません。どのボタンが表示されるかは作った人がどのファイル形式で用意しているかによって変わってきます。で、今回はバンブースタジオを使ってバンブーラボのプリンターで印刷するので、オープンインバンブースタジオを選択しましょう。オープンインバンブースタジオをクリックすると 3MF ファイルが自動的にダウンロードされて、その情報が読み込まれた状態でバンブースタジオが立ち上がります。で、この 3MF ファイルにはモデルの形状だけでなく、色や素材、テクスチャー、さらにインフィルとかサポートの構造などプリントの設定も含まれているので、バンブースタジオを開いた時点で基本的な設定が整っている状態です。で、いくつかこれで確認しなければいけない設定があります。で、この設定が自分のプリンターに合っているかっていう点をですね、確認していきましょう。一つ目としては、プリンターの機種の設定が合っているかを見ましょう。まず、表示されているプリンターの機種が自分のバンブーラボプリンターと一致しているかどうかを確認します。また、ノズルのサイズも合わせてチェックしましょう。私はバンブーラボ X1 カーボン 0.4 ミリノズルを使用しているので、そのように設定します。もし違う場合はドロップダウンから自分のプリンターとノズルを選択してください。2番目はプリントプレートの設定です。次にプリントプレートの設定も確認します。使っているプレートと一致しているかどうかチェックして、違う場合はリストから適切なプレートを選んでください。プレート何使ってんだっけって分かんない場合は、バンブーラボを開いてっていうか見てもらうと、で、プレートのところに名前が書いてあるはずです。3番目はフィラメントの色と種類ですね。最後に、AMS、オートマチックマテリアルシステムにセットしているフィラメントの色と種類を確認します。モデルによってで、異なるフィラメントが指定されている、異なる色ですね。色とフィラメントがセットされている場合がありますが、実際に自分がセットしているフィラメントに合わせて設定を変更しましょう。例えば、今回のモデルは、これ、ペットジンフィラメントが指定されているんですが、私は PLA フィラメントで印刷したいので、ここで PLA に変更します。PLA の種類っていうのはメーカーの、プロファイルが揃ってる場合があるんですけれども、ない場合は、ジェネリック PLA っていうのにしましょう。さて、ここで準備が整いました。
それではスライスしていきましょう。ん？スライスって何？と思う方もいるかもしれませんね。簡単に説明すると、スライスとは 3D モデルを 3D プリンターが印刷できるようにモデルを薄い層、レイヤーに分ける工程のことです。これによって 3D プリンターは1層ずつ材料を積み上げて立体的な形を作り上げることができるんです。さて、スライスが終わるとプリンターがどのように動いてモデルを作っていくかが決まるので、いわば 3D プリントの準備完了といった感じですね。スライスが完了したので、どのように層が積み上がっていくかを確認することができます。画面の右側のスライダーを動かしてみてください。これで時間の経過とともに、それぞれの層がどんな風に積み上がっていくのかを一目で確認できます。で、層の積み重ね方や内部構造が視覚的にわかるので、プリントがどんな風に仕上がるのかをイメージしやすくなります。そして右上のボックスも見てみてください。ここには印刷に関する様々な情報が表示されます。この情報を確認することで、プリントにかかる時間とかフィラメントの使用量など、印刷の詳細が一目でわかります。ちょっと難しいなと思うかもしれないんですけれども、まあ、プリントにかかる時間だけは確認した方がいいですね。では、造形開始ボタンを押して印刷を開始しましょう。で、ここでプリンターと接続されてるかどうかですね、確認して、そして、バンブースタジオが設定したデータを 3D プリンターに送って印刷がスタートします。印刷が始まったら、バンブースタジオのデバイスタブに移動してみましょう。デバイスタブでは、現在のプリント状況をリアルタイムで確認することができます。印刷の進行具合だとか、残り時間だとか、温度などの情報が表示されるので、プリンターから離れていてもプリントの状態を把握できて便利です。そして、バンブーラボのプリンターには内蔵カメラがついている機種もあります。もしカメラが搭載されている場合、このデバイスタブから映像を確認することもできます。プリントが順調に進んでいるかな、途中でトラブルが発生していないかな、などもカメラ映像で確認できるので安心です。で、気になることがあれば、デバイスタブを開いてプリントの様子をチェックしてみてください。さらにですね、バンブーラボにはスマートフォンのアプリがあります。バンブーハンディっていうアプリですね。これをスマホにインストールしておくと、スマホからもプリントの様子を確認できます。そうすると、外出してても印刷の進行状況が確認できたり、印刷が完了したり、また印刷が失敗しちゃったっていう時にも通知を受け取ることができます。これでプリンターの近くにいなくても進捗状態がわかるので、他の作業をしていたりとか、外出先でも確認することができます。ぜひアプリなども活用してみてください。さて、出来上がったモデルを確認してみましょう。まずは、このプレートから慎重にモデルを取り外します。この時、プレートやモデルが熱い場合があるので、冷めてから取り外すと安心です。そして、サポート材がついている場合は、丁寧に取り除いて仕上がりを整えていきましょう。バンブーラボはすごいサポートも取れやすいんですよね。はい、サンタクロース完成です。このサンタクロースとっても可愛くないですか？可愛いので、ついつい調子に乗ってたくさん印刷してしまいました。ちなみにですね、多色印刷の場合は、色を切り替えるときにフィラメントが無駄になってしまうんですね。切り替えの時のフィラメントがですね。だから、たくさん印刷したいときは、一度にまとめてプリントすることでフィラメントの無駄を減らすことができます。以前ですね、フィラメントの無駄を減らすコツについても動画を出していますので、
ぜひそちらも参考にしてみてください。たくさん印刷する方法も簡単です。準備タブのところで印刷したいモデルを選んで、まあ、Mac ならコマンド C でコピーしてコマンド V でペーストすることで複数配置できます。これこのままだとモデルがぎゅうぎゅうに詰まってしまうことがありますよね。そんな時はすべてをレイアウトボタンを押すと自動でモデルを整列してくれるので効率よく配置できます。さて、完成した作品はお家の好きな場所に飾って楽しんでください。ただし、一個注意があるのは、これらのモデルは無料でダウンロードして印刷できるものですが、それぞれのモデルにはライセンスが設定されています。利用する際には注意が必要です。商用利用が禁止されていたり、二次配布が制限されていることがあります。必ずこのダウンロードページでライセンスを確認してルールを守って楽しみましょう。今日の動画いかがだったでしょうか。 3D プリンターの最初の一歩踏み出せましたか。やってみようかなと思っていただけたり、初心者の方でも気軽に楽しめる 3D プリントの魅力が伝わっていたら嬉しいです。今の時期はちょうどブラックフライデーで、多くのメーカーさんが 3D プリンターをお得に販売しています。このバンブーラボさんもブラックフライデーセールやっていますので、サイトでチェックしてみてください。次回も 3D プリンターで簡単に作れるアイテムやプリントのちょっとしたコツなどをお届けしていきますので、ぜひお楽しみにしてください。チャンネル登録と高評価もしていただけるととっても嬉しいです。インスタグラムも始めましたので、ぜひフォローしてください。それでは皆さんも素敵な 3D プリンターライフを送ってください。それではまた見てくださいね。バイバーイ。